本日紹介するのはグラビアアイドルの雪平りささんです。彼女は1994年に愛知県で生まれました。学生時代から地元で芸能事務所にスカウトされたことがありましたが、当時はまだ自信が持てず芸能活動は考えていませんでした。しかし地元のインテリア会社で3年間 OL として働いた後、日常に飽きた感じがして何か違うことを始めたくなりました。また東京に遊びに来る機会も多かったことから、思い切って上京することにしました。2019年彼女はレースクイーン雑誌で水着姿も披露しました。2020年8月には東京カレンダーの東京クールラバー2020に呼ばれ、テレビや雑誌に出演する機会も増えました。その後2021年1月にはプレイボーイや週刊ヤングジャンプのグラビアの仕事を手に入れ、グラビアアイドルとしてのキャリアがスタートしました。同年3月には初のデジタル写真集癒されたいが発売され、各ランキングで1位を獲得しました。2022年4月には彼女の初のソロ写真集届けるが発売されました。同年6月にはプロボクシング大会の井上尚弥対のニト・ドネア戦でラウンドガールを務め注目を浴びました。試合直後には彼女の姿がトレンド入りし、各販売サイトでは彼女の写真集とろけるが売り切れ続出となりました。さらに彼女のインスタグラムとツイッターのフォロワー数も約8万人と3万人増加しました。これからも雪平りささんがますます活躍されることを応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは女優、モデル、アイドルなどを紹介していますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。